やめた方がいいって言ってね、そういうわけ方もこれだから、この人は1個と半分もらって、この人は1個と半分もらえばいい。でも梅林君の考え方も面白いね。1個なくしちゃうんだって。もうね、これはね、あの置いとくと、あのいろいろとトラブルの元になるからな。だからこれはどっかへ、どうしてなくすって言ってもどうしたらいいと思う、これ、こういうの埋める、ん埋める埋めちゃう。またその江戸時代の発想だね、それ。どうしたらいいと思う、これ。切る、切るのはあの熊谷君の考え方。しまっとけばいいじゃんな。冷蔵庫入れたらできる。で、こういうのをね、なんていうかというとね、算数の世界じゃね、あまりっていうの言ってごらん。あまり、ね、ちょっと変わった言葉でしょ。あまり、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 あまり。だからこれはあまりとしてどっかにね、しまっとくわけだ。それで一個ずつ分けてね、梅林君のように一個これ梅林君がもらって、これを一個林先生がもらって、これはあまり、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 あまりっていうのね。余ったから余りって言うんだ。じゃあ今度はもう線はないぞ。3人の人がいました。リンゴは3つです。1人分は何個ずつになりますか、教えてください。1個分。もう分かった？梅林くん。1個ずつになる。それじゃあ3人の人がいます。3人の人がいます。リンゴは1、2、3、4、5、6個あります。3人の人で仲良く分けますと、1人分は何個になりますか、はい。筒井さん、何個ずつ、切る、ん、切っちゃう。どれを切るよ。全部切っちゃうの。1個だけ、2個切る、3つ切っちゃうの。そうするとどうなるの。これ1個あげて、これ1個あげて、これ1個あげて、これを切っちゃうと、それと、だから半分こうなっちゃうぞ。2個ずつだよ。ん、はで、切ったやつをこの上にあげるの。5ずつだよ。2つあげる。2つあげればいいな。ちょっとめんどくさいこと考えたな。これ2個ずつだもんで、3人だもんで、2個ずつあげればいいんだな。よし、じゃあ今度はね、3人の人がいました。リンゴが何からか先に数えないとね。山崎くん、いいわ、風言か知りかんぞ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、7って何。もう一回よ、3、はい、ここ間違えるとね、分け方まち、あの狂ってくるから。一社分が3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9個なのよ。9個あります。で、3人の子供で分けようと思うんですが、9個あるんだぞ。そうすると1人分はこういう考え方もあるんだよ。この辺でこう線入れてね、分けるっていう方法もあるのよ、これな。そうすると分けやすいでしょ。そうすると1人分はおばさん何個になる？3つずつかい。あれ、あんたおばさんっていう名前だったの？おばくん？うむくんか。うむくん。おばさん。1人何個になるかな？3個。3個だな。この3個をこのキーくんがもらって、この3個をみどりさんがもらって、この3個を赤尾さんがもらえばいいんだ。いよいよこの問題。これはたくさんあるんだよな。大変だぞ。いいか、分けるという問題。12か、これ、うん、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個もあります。で、12個あったのを3人で分けようと思うんですよ。はい、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 わかる、これ。はい、はい、はい、わかる。4個ずつ分ける。分ける、4個ずつ分ける。4個ずつ、こういう時どうやってやるかというとね、一つ方法があるんだよな。ここ、あのね、こう使うんだよね。でね、こうしてね、はい、子供をね、3人作ればいいんだろ。シャツ着てる。え？シャツ着てる。シャツ着てるか。
じゃあ お洋服作ってあげるよ。山根くん、はーい。石田くん、はい。梅林くん、はい。それで今度は目をつく、鼻くつけて、山根くん、はい。石田くん、はい。梅林くん、はい。屋上くっつけてやろう。山田くん、はい。石田くん、はい。梅林くん、そういうこと言っちゃ失礼でしょ、あんた。山田くんは、ああいう色のシャツか。よし。じゃあまあいいか。な。じゃあリボンつけてやるか。かわいいか。いいじゃない、あんた。リボンダメ？自分に合うのに。じゃあバンドエイドくっつけてやるんだよな。ちょっと怪我したからバンドエイド。どこにするかな。で、石田くんは何つけてるかな。リボンつけてやるか。やっぱり可愛いもんな。卒園式、入園式につけるじゃん。で、梅林くんは何をつけてやるかな。魚のマーク。学園。ダメか。魚のマーク、これダメか。いやー、何くっつけるかな。リボンは似合わねえな。じゃあ鳥のマーク、あ、これがいいや。で、リンゴは何個あったの。リンゴ何個だったの。忘れちゃったの、あんたたち。よっ、12個、12個、じゃあちょっと数えてみるよ。1、2って言ってみてよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、8、9、10、12個、12個分けるよ。いいか、4つずつ。どうかどうか分からない。12、こういう分け方あるよ。じゃあ山崎くんあげるよ。1個あげるね。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10、11、12、こうやって開ければいいね。そして一人何個ずつなりましたか。4個なったね。じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、3、4、5つになったね。で、こういうふうにね、ちょっと置くっていう方法もあるわけ。まあ、それは今日はやらないけど、ごめんよ。いいな。はい、じゃあ、パッと見て答えてよ。いいですか？二人でリンゴ4個を分けると、一人分は？はい！はい、言ってみろ。4個！4個も分けられない。2個！何？2個！何？2個！そう、2個、2個、あれやってくれ。2個。そう、2個ずつよ。ねえ。いや、早くよ。リンゴが1、2、3、4、5、6個。2人分けると？はい！はい、言ってみろ！リンゴが1、2、3、4、5、6、7、8、二人分けると。早い。筒井さん早い。大場さん早かった。いいな。行くぞ。おお、たくさんある。まず数えなくちゃ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。二人分けると。5個ずつだ。こういうのをね、割り算っていうの。で、掛け算やったでしょ。掛け算ってのは覚えてる？こうやってやるんだよ。3が1つで、3が2つで、3が3つで、3が4つで、12、3が5つで。でね、これをね、覚えちゃうという人もいるわけ。18。そう、小学校入るとね、これは覚えちゃうのよ。どうやって覚えるかって言うとね、歌があるのよ。3、1が3、いってみろ。3、2が6、3、2が6、3が9、3が9、3、4、12、3、4、12、3、5、15、3、5、15、3、6、18、3、6、18、3、7、21、3、7、21。続きはね、お父さんお母さんにね、お風呂入った時に教えてもらえな、お父さん。